みなさんこんにちは、ひでよさんチャンネルです。みなさんはスプラトゥーン3の前夜祭どうでしたか？僕はチョキ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 で参加していました。負けちゃったけどすごく楽しかったなって思います。普通のねバトルもすごく楽しかったんですよ。いろんなスペシャルとかがあって、新しい武器もあって、まあ僕はずっとクワッドホッパーだったんですけど一回だけプライムシューターを使いました。でもやっぱりサメちゃんがどうしても使いたかったので、ずっとクワッドだったんですけどスプラ3が出たらいろいろ使ってみようかなと思います。それで今回ね、鳥からバトルっていう新しいね、バトルがさ、こうやって追加になってさ、なんかいろんな意見が出てたけど、僕は楽しかったなって思います。ただなんか、僕ずっとよくわかんなくて、鳥からバトル。うなちゃんに教えてもらうまで、何していいか、全然わかんなかったです。なんか真ん中に出る、シグナルって何ってずっと言いながら戦ってました。あとなんか、風花ちゃんと、うつほちゃんが、なんか、応援してくれたりするみたいなんですけど、僕ずっとチョキだったから、何それって思ってて、よくわかんなかったです。だって万太郎何も言わないからさ、そもそもなんか応援があるのも知らなくて、みんな何言ってんだろうって思ってたんですけど、ね、それは確かに万太郎からも応援欲しかったなって思います。あとなんか、両方からいじめられる感じが僕はすごく大変でした。なんか僕はチョキだったけど、グーとかパーとか選んだ人たちもきっとね、大変だったと思うんだよね。なんか、見たらね、6対2みたいな感じになってて、しんどかったですとか、そういう意見もちらほら見ました。でもね、すごく、楽しかったです、僕は。この忙しい感じがね、なんか楽しかった。特にね、誰かと、お話ししたり、こう、連携取りながらやったらすごく楽しいんじゃないかな、と思いました。僕はスプラ3、すごく楽しみなので、早くやりたいです。僕、スプラ3出れると思うんですよ。多分、まだちょっと確証はないですけどね。なので、ちょっと、ワクワクドキドキしながら待ってようと思います。バイバイ。